神戸の街を見渡せる結婚式場で、一人の青年が人生の門出を迎えました。湯口明さん。震災が起きたのはまだ2歳の時でした。いないいないいない、ポン。ゆぐちお母さんです。ゆぐちさっきです。こちらゆぐちあちらです。かわいい、仲いいのね。幼い頃は芦屋市に住んでいたあきらさん。お父さんとお母さんとお兄ちゃん、家族4人で暮らしていました。1995年の阪神・淡路大震災、芦屋市では多くの住宅が被害を受け、明さんのお父さん、お母さん、お兄ちゃんも命を奪われました。新しい位牌の前で無邪気に笑う明さん。お父さんの胸に抱かれ守られていました。親代わりとなったのは神戸に住むおじいちゃんとおばあちゃん。震災で壊れた海産物店と自宅を建て直しました。命に変えて助けてくれたからな、抱え込んでたからな。その命耐えるまでのこの苦しみ、無念さ、苦しみとかそういうのが表やるやろ。そんなのまあな、見守ってやってな、一人前育てるからな、いう。あきら、還暦を過ぎてからの2度目の子育てです。もういいよ、中途半端。中途半端最後まで全部それやったらしなさいよ。面白なかった。でも2回もあの鍵しとったら、ではどうしてもおばあちゃんが抜けへんのね。まあやっぱり甘くなるもんね。成長していくあきらさんと年老いていくおじいちゃん、おばあちゃん。おじいちゃんは胃がんの手術を受けました。転移するのかも。あ、あとすぐ。そんなん言うよりさ、タバコやめとってよかったやん。だからがんなに。自業自得っていうの。お、自業自得？子供ができたな。あきらさんが大人になり、建築関係の仕事に就いてからも、おじいちゃんとおばあちゃんは温かく見守ってきました。あきら、あきら、いい加減しよう。あきら。あの年齢で僕も子を育ててくれたりとか、多分一番わがままやったと思うんです、あの辺で。僕がそれでもちゃんと聞いてくれて、ね、たまには怒ったりと喧嘩したりはするんですけど、やっぱり優しくて、すごい親やなとは思います。おじいちゃんとおばあちゃんは長年営んできた海産物店を畳み、介護付きマンションに引っ越しました。
写真。どの子も我が子やもんね、可愛いわ。なんぼ腹立つようなことしても。喜ばせてくれることもあるし、泣くようなこともあるし。幸せな子育て。アキラさんは大切な人と出会いました。同い年で幼なじみのユナさん、高校生の頃からずっとそばにいてくれました。記憶の彼方にいる家族、アキラさんはお父さんとお母さんの年齢を超えました。まあ、いい両親なんやろうなっていうのはこれ見てたら思いますね。まあお母さん痛かったですけどね、うん、ちょっとアキラの愚痴とか聞いてほしいかも。去年の秋、アキラさんとユナさんは結婚式を挙げました。おじいちゃんは89歳になりました。今日という日を忘れずに、年老いても手を取り合い、愛し続け、幸せな家庭を築き上げることを誓いますか？はい、誓います。おめでとうございます。アキラさんの周りにはどんな時も温かく支えてくれる人たちがいました。こういう式見れてもう幸せです、はい、いい仲間とね、いい家族といっぱいいて、まあ、幸せやなと思います。アキラもユナも家族です。そう、なんかほんまに弟と妹みたいな同級生やけど。感謝が多くて、やっぱり思い返してみると、まあ、いっぱいお世話してもらったなっていうのは、これからちゃんともっとおじいちゃんとかお母さんたちには伝えていかななと、ちゃんと、まあ、みんなのおかげで今の僕はいるので、これからも大事にしていきたいと思います。まあこれでやっとね、まあまあおばあちゃんも喜んだわ、それおばあちゃん一番喜んだと思うね。私も写真見ちゃう、泣き泣き、何の涙か分からんけども涙がポロポロポロ出てくんね、うん、嬉しいってな、嬉しい涙やろな、おばあちゃん悔しいやろな思ったねな、もういろんなことがある、こうして皆様のおかげで一つ夢が叶うことができ、本当に嬉しいです。ばあちゃんをこの場に直接お呼びできなかったことが私の心残りですが、明との結婚報告をしたとき、私を見て本当に良かったねと満点の笑みで言ってくださったばあちゃんの顔は印象忘れません。おじいちゃん、頼りない嫁ですか。
これからもよろしくお願いします。阪神淡路大震災を超えて家族はずっと一緒です。